どうも、マルブリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということでロト奇跡魔王級三魔王チャレンジでございます。今回は、クリア経験者の方2名入っていただいて、もうおんぶに抱っこ編成でとにかくクリア動画だけ作っちゃいたいというチャレンジでございます。ムクロリさん海賊装備スキル鍵手技いただいてます。こんな感じ、マルベリー装備スキルこんな感じ、海賊でございます。あゆパパさん装備スキルこんな感じの、スパスタ、パワーさん装備 スキルこんな感じの海賊でございます。道具は、目覚め石葉っぱしずくとピオリミン石葉っぱしずく編成です。準備完了、いきましょう。さあ、いきましょう。まずは、最速ピオリミンピオーラからの、船歌で、竜王を雫なしで突破したいですね。てか雫なし石なしで突破したいですね。んで、パワーさんにピオーラ私が投げる感じですね。最後全員リベホで、リベホリベホリベホ、あ？どういうことこれ。誰に俺ピオラ投げればいいんだ。ムクロリさんにピオラ投げるのか。いいかわしいね。私が2ピオラ成立で、ムクロリさんがこの後多分ピオリミもらってっか、自分でピオラ打ってかかな。黒煙連打受けましょう。尻尾前に間に合いたかったけど間に合わなかった。んでムクロリさんが2ピオラ食いちぎる俺に来るのは痛いね。まあとりあえず守護は間に合った。で船歌行きましょい。さあ連弾の入り方、俺に集まると嫌だ。悪くない。痛い痛い痛い、やめてやめてやめて。ベホイミベホイムで回復、ありがとう。で船歌投げていきましょう。攻撃では2入ってるので私は一旦攻撃を抑えて、まあ、ガードできるならガードしたいけどね。攻撃ダウンが入っていたのでガードを狙っていきましょう。タタウタに入る。ハゲオタ前に守護入ったら嬉しいな。食いちぎるがどこに入る。守備ダウンは入ったかな今。守備ダウン入ったっぽいね。ムクロリさんハゲオタが来て、おーミス、いいよ。ショック受けない、悪くない。ピオラどっちにしようかね。青いパパさんはそのまま攻撃いった。尻尾攻撃、青いパパさんじゃない、パワーさん。ダメージこんな感じ。動きは青いパパさんに入れよう。抜き、どうせだったらガード続いてほしかったけど。てか俺がコンボ入れるのも忘れていたっていうねピューラの入れ先ばっか考えてて相手の HP を見ていなかった。アクブレ4連チャンでこれ抜き切っちゃうんじゃないのかな。
ギリギリか。抜いちゃうかもしれないね、これ。止まれ、ゴマ。止まれ、ゴマ。よし。てか、俺が攻撃アップされてないから止まるんだ。尻尾攻撃受ける。不死鳥入る。食いちぎるがどこに来る。俺、守備ダウンは入ってないけど攻撃ダウンに下げ、これはちょっと不運ですね。もう一回死にたいぐらいだけど、灼熱ダメージは抑えられてる。ハッスル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 で、パワーさんが抜きかな。何やと、アクブレで回復。ただこれ俺もアクブレ打ちたいとこなんですけど、攻撃ダウン2下げがあるのでガードを継続させましょう。んで、みんなピオラ入ってるね。とりあえず俺はコンボだけでもつなぐか。アクブレだだ切れちゃったな。コンボは切れた。船歌は後で大丈夫。ガード継続。訓練打全員受けましょう。この何もできない感、私の。黒煙連打3発集まったら落ちる。てか尻尾で俺がやばいかも。2発でも落ちる。1発目、2発目。おー、ギリいいとこ。ただね、俺この後回復すべがないっていうね。船歌は切れてない。ペフォン意味で回復。ピオーラは全員入ってるしね。ペフォン意味、とりあえずコンボつないで抜くか。攻撃がどうだ。あ、でもムクロリさんのやつで抜けるか。うん、足のアクブレはいらんかった。よろしゅう。で、この後にまずは指導の立ち回りがね、ちょっと重要ということで。ただ俺攻撃に2下げが入ってるのはこれがだるいな。とりあえず、まあ、初手雫で回復全開していく感じでしょうか。で、アクブレ入れて HP 回復。こうこう。おお、いいね。ミス。私はショック入るね。ただ雫どうだ、これ打ててるか。雫はどうなんだこれ。打てててくれ。お、パフィンした。いいよ。んで、雷撃受けて、船歌つけ直し。で、HP を早いとこ、ゲージ半分に削りたいと。ただ、HP の方は、イゾナイが来るのでガードしたいって感じですね。あ、私がこれね、無能すぎる今。この攻撃ダウン2下げが下がらないとダメージが出ないよね。ハスで回復。
で、イザナイを受けた後、眠りを解除したいんですけど、私がショック受けてるので、これも解除できないんで、パワーさんが、イザナイで眠った場合は戻していく感じでしょう。さあ、灼熱受けて、イザナイ来て、眠りはどうだ？パフィンはある。1船歌であれば、船歌行きたいよね、これ。補助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 。撃てたか、ああ撃てないか。よーし、ギリ耐えた。船歌入りんで、2船歌ベホイムで、青いパパさんがムクルさんを回復かな。ムクルさんにダメージ飛ばないでほしい。アクブレベホイム入ったで、攻撃これ、あー俺死んだね。うわ、ギリ耐えた頑張った。あ、あれか、守備荷上げ入ったのか。で、あとは眠りが戻ったら一応生き返る、守護打つ、で HP がパワーさんの一撃でとりあえず怒りは解ける。パフン、あんやと、でタタウタを入れていただきたいので、ピヨっていきたいね。いざないが、おいさん落ちちゃう、石戻り。うん、これどうする。ベホイムパワーさんにちょっとピヨっとこう。で、一部ナウタ打っていいのかな、ここは。青い、まあ、ゲージ割ったとか。青いパパさんはこれで耐えてもらって、ゲージ割った後に、付け直す感じですね。イザナイが来て、眠りを解除。で、タタウタに来て、やっと俺が、動ける。アニヤと、でこの時重要なのが、指導のゲージをとりあえず半分切ったところから焦らずに体勢を整えて、ゲージ割りの後に船歌が打てる状態にしとくというところを注意したいと。ルカナミスで、ここで割り。いざないはムクロジさん、ミカース、いいね。でゲージ割って、まあここですね、ショックが入らなきゃって感じですけど、一発入れるのか。青いパパさんのやつでいけるな。こうこう、いや俺だけ入るパターンなんか俺用なしてないな、すいません。パフィン、よし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 。で、HP 半分切って、雷撃を、あでも怒りは解除されないのか、怒りはこの後解除されると。で船歌入り、うー発動できない、なんちゅうコンズだ。とりあえず1船歌は入る。でムクルジさんが船歌が、ムクルジさん船歌、よし、ハッセルで回復。ピオラちょっと遠い。
まあこれだと多分先に溜まるかな。ああ、いざない。これだ。まあなんとか。カフィン。作ると、船歌間に合う。パワーさんにピヨっとこうかな。よりに入る。とりあえずコンボ。いや、灼熱来るな。え、青いパワーさんに2発？まあ、ベホイムでフォローアップ。うわ、発動できない。目覚め、ベホイム。あ、ナイス。てか、俺が目覚め投げるとこだったな、今。灼熱はなんとかなる。いいね。んで、アクブレ2発じゃ抜かないでしょ。とりあえず水星だな。イザナイが入って、目覚め戻。ああ、パーフィン見てて、見てから投げればよかった。ベホイミ叩うと入る。青いパパさんにピオラ。ちょっとゲージ怖いな。叩うとこれで2成立。占いが来て、俺道具ない。あんやと道具ないっていうか CT で、次占い私、守護間に合う。守護デイン、どっちにしろ一回受けたい。船歌の溜まり具合はまあまあ。を受けるで、アクブレで抜きに入るかな。アクブレ抜いて、もう一発入れたい。アクブレ、これラストゲージはでも怒りっぱなしなのか。うわー、ショック入るかな。入っていく。パフィンしたい、パフィンしたい、パフィン。ノーパフィン。雷撃。いざないが。まあ、石戻り。とりあえず船歌歌って、次、青いパパさんもいざない来ちゃうな。ここのショックが厳しいね。石戻り。おっと、青いパパさんはもう石使ってた。ルカナン終わりの葉っぱだな。ルカナン。いざないがこれでもパパさんに飛んじゃうのか。俺かい。パフィンしていく。なんとかなる。ルカナン終わりの葉っぱ。任せろ。あ、でもまあ、かぶったとても大丈夫か、ここは。ウナウタは遠い。よし、パワーさん戻る。船歌入る。次、でも青いパパさんか？いざない。パパさん一応ピオーラ。で、本意味で回復。いざない、青いパパさんかな？ああ、パパさんか。
これ入らない。ウーホイムで回復。オーケー、いい具合の削り。ただベホー、ベホーマン撃たれるときついね。ベホーマン前に行きたかったが、まあしゃあない。でここでオンステとか全部状態が揃った状態で行きたいと。いざない三河水ね。ピオラは入らん。アクブレー、青いババさんにピオラ。これでタタウタ2枚成立。やっべ、あぶね。イザナイ受けてからだった忘れまくってる。すいません。ちょっとアークブレ怖えな。でも撃っちゃわない、削んないと死んでる。よし、たたうた。いい痛恨やめて。それいざない。ああ見返す、いいね。パーさん間に合え。でもギリギリ耐える。信じろ、耐えろ耐えれなかったー船歌2枚付け直しの、オンステもう叩く感じかな。まだ耐える。タタウタハイリーのモンステまで待つ感じ。いざない、モンステで抜き。ディシド突破これでムクロジさん石残り、雫さん残りって感じか。あとはもう駆け足で駆け上がる。了解いいえちょっと待つ感じかな。波動はなんとかない。あ、ワンモアタイム完璧。間違った、今青いパパさんに入ってたんだね。通常また見てなかった。さあギガーソーアクブレ回復、いい回復。間違った、ブレで抜きかな。抜き、凍りつく世界。アイパパさんは耐えれる。今んとこ波動はない。うわ一足んなかった、そんな罠。葉っぱはもう投げた、いいのかな、投げた。船歌、俺とムクロさんは足りる。通常受けた後、2発くんだっけ。
波動ちょうどいいタイミング、なんか付け直し。ただまあ凍える吹雪ギリギリ受けれるのかなこれ、まあ、リベフォ効果あるから HP も確保できるでしょう。今のとこはいいのかな。まあこっからやね、凍る吹雪をどう受けれるか。アクブレが凍っちゃってんな、あんまり無理できない。たたうた、青いパパさんにピオラ投げたい。もう一発くんのか、ベホイン間に合う。さあくぐれ入る、ピオーラ、タタウタのチョイスかな。呪われちまったで。蝕まれ、回復できないのが痛いね。ギガそう、いやこれ動けねえな、アクブレがないんだよな。痛いね。いやこれ雫投げたい、かぶってない。おお、これでパワーさんが打ってなきゃ。よく俺も耐えた完全かぶりそうだったな今。まずこれで1消化、たたうた入る。アクブレ打つ、火力的にはいや微妙だな、抜きそうだなこれ。水星打ったら、よしアクブレ回復した。とりあえず水星一発打っていいかな。オンステ入れて船歌入れる、どうなんのこれ。ちょっと判断がつかない。ここハードが来る、黒井さんがガードしてれば吹雪は耐えれるでしょ。パーさんはもう打ってる、あどうなんだろうこれだったら苦けしたかったな。ただ一掛けでパワーさんはフルヘルスだから足りるでしょう。でこの後に船歌1本投げて、でゲージ割りは割薬以外ガードしたいよね。ただ1ゲージ目はもう突破しているから呪いはないんだよね。モンステ入る、タタウタ入る。これもうガンガンなのかな。ガンガンだね。CD 溜まってここで合わせていく感じかな。動き出しがわからん。雫は準備、雫誰だ、誰が雫行くんだ。雫一応俺持ってるよ。
撃つのかこれは。撃つぞもう。任せろ。雫撃っていいのかこれ。雫撃つんか。撃つのか。撃たないのか。先行ダメージないよねこれ。雫はどうなる。マヒアド。ベホイムで回復。タタウタ。マヒアドが受けれれば。いや、これ雫、行くよ、もう。マヒアド怖いんだけど。死にたくない、ここで。雫行け。いやー、連続攻撃やめて。雫入って。神雫入って。神雫入って。よし、神雫来た。あははははははは。神雫が来たぞ、ここで。さあ、ラストゲージ。ゾーマを。あとはぶちのめすだけだが。火力が足りるか、そこが問題だ。よし、ピオラ。大きいピオラ。連続攻撃。雫はもうない。葉っぱはある。ギガソウ。デインダウン。ノーダウン。通常落ちない。いい、やめてそれ。うわ、ギリ耐えた。なんだ今のは。いや、ここでハクブレ打ちたくなかったな。いや、まあしゃあないっしょ。どうなる。いやー、ここでだったな。よし、ピューラ。さあ、モンステ入る。 HP 残り半分切った。さあ、星の絶望まで抜群。デインダウンは入らん。いー、やめてそれマジで。いやー、くぶれ。ギガソウ。いやー、足んねえかなー。烈風山。ここでデインダウン入れば。いやー、どうだ、この4コンボ。この4コンボで。おお、ワンモアタイム神だ。すんげえな、これ、おい。あー、しかし、マヒアド。いやー、厳しい。どうなんだ、これは。抜けるんか。あくぶれ。いやー、厳しいねー。石が、これ、ムクロジさん残りだよね。あと一発。で、ムクロジさんが石で戻ったとて、これ、火力がどうなんだろう。俺はもう葉っぱないから、青いパパさん戻してほしいな、葉っぱあるんだったら。連続攻撃、踏みかわす。いやー、もうちょいなんだけどなー、ギガソウ。あとな、ちょい。葉っぱないか。さあ、20ターン。いい、アクブレ。ああ、マヒアド。惜しかったー。あとミリー。これなんだろうね。みんな、サンマ王で、あとちょっとだったのにって言ってるやつはこれか。ありがとう。ということでございまして。残念ながらクリアできませんでしたが、ムクロジさん影ありがとうございました。そして青いパパさん、パワーさん、ご協力ありがとうございました。まあ、かなりこれで立ち回りは理解させていただいたつもりでございます。引き続きサンマを攻略、まあ今更でございますがね、クリア動画作れればなと思っております。ということで、今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。